気づけば5月の8日からですね、新月、だそうで、今年ももうね、夏になってまいりました。世間はコロナがね、まあ明けましたみたいな感じで、人がごった返してるっていうニュースなんかも出てたけどね。まあと言ったってマスクしてる人もいるしね、何をもって開けたかっていう感じですよ。どっちかというと外国の人が多く来てるっていう印象でね、日本人、銀座なんて日本人を探す方が難しいんじゃないのっていうぐらい外国人が多く来てるけど、まあ、ずっと東京をここんとこちょっといなくて、地方を転々としていてですね、まあ、このラジオもできなかったんだけど、まあ他にも脚本を書いていて、この6月1日2日とやる、ベアトリ姉ちゃんっていうお芝居を、若い人たちがやるんですけど、まあ、それの脚本を書いていたり、もっか今エトワール吉野の新曲の制作中だからね、そのこともあってなかなか時間が取れない日々が続いています。まあまあそれにしても昨日あたりから急に寒くてね、やっぱりこの暖かいとか寒いとか、雨が降るとか晴れているとかっていうことがね、ダイレクトにやる気や何かと連動してるので、まあ皆さんも不安定にならないように。昔はほら5月病って言って、このゴールデンウィーク開けたりするとね、もう会社に行きたくなくなっちゃう人いるよとかって、まあやっぱりそういうもんだと思いますよ。うん、なんか僕も最近やる気ないもんね。なんていうのやろうと思ってる気持ちはあるけど、こうちょっと弾まないようなことも多いじゃない。どうするともなんかちょっとやる気ないなーなんてちょっとぼやいたりしてます。はい、ということで今日の話題はことならし。岡倉天心のですね、お茶の本についてはね、このラジオなんかでも前に言ったかもしれないけれど、この岡倉天心のその本の中にことならしっていう話が出てくるんですよ。でこれはまあどんな話かっていうと、まあずいぶん昔にね、森に、もうこれぞ森の王様って言えるほど古い霧の木がありましたと。霧ね、霧流の霧ね、があったと。でその霧が、霧はもうあまりにすごくて、もうその高さたるや、星と話ができるほどの高さだったと。そしてその根は、深く地中に、下ろしていてね、もうまさに地下に眠る銀の竜と絡まっていたほどだったっていう、まあ、古い霧の木があったんだと。で、まあ、偉大なこう魔術師がその木を切って、
不思議なおことを、まあ、作りましたと。おことね。で、そのおことはまあできたものの、そのおことをまあ弾ける人っていうのはまあなかなかいなかったと。でまあ皇帝なんかもそのおことをまあ何かにつけてね、いろんな人名手に代わる代わる弾いてもらうんだけど、どうもまあいい音が出ないと。それで、まあ諦めかけていたところに白雅っていうまあおことの名人が、まあ、現れたわけですね。それでその白雅はまあそのおことを前にして、まあ、非常に優しいタッチで、おことを撫でて、そして静かにその弦をまあつまびいたと。それでその白雅はですね、最初は四季の歌を歌ったと。でまあ四季ね、その春夏秋冬をまあ歌ったと。でそうするとまあそれはもうたちまちのうちにその春の音色はね、春の音色、夏の音色、秋の音色、冬の音色、もうその響きたるや、でまあすごいこと書いてあるわけ、いろいろ響きたるや、もうとにかく素晴らしいものだったと。それでその白雅は次に、恋の歌を歌ってみせたと。そうするとね、森深くあの熱烈な恋人をね待つ人の気持ちなんかが歌われて、ここには空にはツンとした乙女のような美しい雲が飛んだって書いて、そして最後にはその失恋した黒い長い影を地上に引いて過ぎていった。まあとにかくすごい、まあ、恋の歌を歌えやもう周りがねもううっとりするような恋の歌を歌い、そしてまあ次は戦の歌を歌うと。そうするともうそれは何おことの中に暴風雨が起きて、そしてそこに現れた竜がまあ電光に乗じてごうごうたる雪崩が山々になり渡った。まあとにかくすごい戦の歌を歌えばまたそれはそれですごかったっていう、まあ、ことが書いてあるわけですよ。まあ大事なのはここからね。それでそのまあ皇帝が白雅よ素晴らしいと。であなたはねどうしてそのように上手におことが弾けるんですかと、そのまあ秘訣をまあ聞いたと。そしたらその白雅はまあこう言ったんですね。閣下と、他の、人々はまあ自分のことをばかり歌ったからうまくいかなかったんでありますと。私はそのおことに、そのおことがどうしたいのか、おことに尋ねて、おことがやりやすいように聞いただけでありますと。だから私が弾いたというより、おことが弾いたんであるし、まあ、私が弾いておことがそれについてきた、まあ、つまりことも私も一体化したからこういう音色が、奏でられたんでありますっていうようなことをまあ言ってるんですよ。でまあ岡倉天心はね、その話から、
まあこれぞ芸術なのだということを言ってるわけですね。まあ西洋の芸術というのは、まあとかく自分がどうしたい、自分がこういうことを表現したいというようなものであるけれど、東洋の芸術というのは、自分がどうしたいかというよりも、それを見てくれる、まあ鑑賞者がね、の想像力をかきたてるような、見る人と表現者とがどこか一体になる、そういうものを、まあ、目指すべきであるし、そういうね、東洋と西洋の違いっていうことについてね、岡倉天心はことあるごとにまあ述懐してるので、まあ自分がこうしたいっていう発露ではなくて、相手がそれをどう受け止めるかっていうことまで考えて表現するのですよと、まあそんなような話です。だからまあ異ならしという、まあそれは道教の中に出てくる、逸話なんですけど、まあ自分がどうしたいかっていうことよりは、相手が、まあそれは楽器であってもね、この楽器がどう弾きたい、どういう音を鳴らしたいのかということをにまで気を配るっていうのかな、これは自分がどうしたいかということをないがしろにするというより、自分がどうしたいかということなんかはもうそんなことは分かってて当然でね、さらにそれの受けて、もしくはそこにある楽器、まあそこの場所、まあその日の天気、まああらゆるものに気を配って、何かを届けなくてはいけませんよというようなことを、まあ、言っていると。まあそれこそが、日本の東洋の、まあ芸術なのですよと、まあいうことですね。まあこうありたいよね。自分なんかを振り返ってみても、まあこういう偉い人の話を引き合いに出してね、自分のことを言うっていうのはあんまりみっともない気がするけどね。なんか自分もそうこう気をつけてこうしてますなんていう、なんかこうおこがましいっていう感じがしてしてるけど、でもね、まあそのぐらいいろんなものに気を配るというか、まあ相手との間合いを取るっていうか、まあそういうことが大事だしね、そういうことがまあ子育てであってもね、まあ仕事であっても、まあ何においてもその間合いを取るっていうことがまあ大事だって分かってるけど難しいよねってことだよね。でまあよくね、昔の人がその若いうちは苦労した方がいいっていうことを言うけれど、まあその苦労するってことは間合いを取るってことだからね。うん。でその苦労をするっていうのはどちらかというと、まあ、現場にいるってことだと思うんですよ。うん。まあ、高みの方で、まあ、何もしてないのにね、理屈ばっかりで、議論ばっかりを繰り返しているとか、まあ、計画ばっかりで実行になかなか移さないとか、まあ、批評家になっちゃうとかね。やっぱり、現場にいれば、まあ、小さなこと、小さな何かが欠けただけで大きく結果が変わってしまうってことは現場にいれば分かりますよね。そりゃいくらコーヒーが新鮮でいい豆ですって言ってもね、お湯が沸かせてなくて
冷たい水で入れればそれはコーヒーにはならないわけで、ちょうどいい温度になるように、そしてそのカップが温められているとかね、お客さんがちゃんと着席して待っているとかね、いろんなことが統制が取れてないとその一杯のコーヒー一つ入れられないわけで、まあお客さんの方もね、今サービスいいから持ってこいっていうようなことではどうにもならない。やっぱりその受けても発信ても、まあみんなで作る、そうすることで、まあ両者よし、さらに高みのものがね提供できたり受け取れるっていうことだと思うんでね、まあこの事ならしっていうのはそういう意味ではね、やっぱりその発信手がどうしたいかっていうことだけじゃなくて、発信手も受け手も、そういう配慮がお互いになされているっていうことが、とても大切なんだっていうことをとても教えてくれるエピソードだと思います。私は